川崎広子4月5日から1976年6月3日は日本の女優。本名は石渡静、通称は静子。現在の川崎市川崎区の川崎大師のすぐ前の家に生まれる。父親を早くに失う。大師高等小学校卒業後に料理屋やガラス工場で働いている石品の時代に俳優の木村健治にスカウトされて、 1929年2月、小竹鎌田に入社。芸名の川崎博子は、川崎大師と工房大師にちなんで付けられた。佐々木常次郎監督の女性の力でデビューする。主にメロドラマで活躍し、翌年1月には早くも準幹部になる。哀愁のある美人スターとしてトップスターとなり、1932年1月には幹部となる。 同年大磯の坂田山真珠事件を扱った五所平之助監督の天国に結ぶ恋が大ヒットし、さらに同年後所監督の扶助期では林長次郎と共演。1935年離婚歴があり、麻雀賭博や結婚詐欺の疑いで何度も警察の厄介になっている福田乱同と結婚したため人気は急速に低下した。しかし1936年に サブリシーンを相手に主演した、人妻椿は、空前の大ヒットとなった。1939年1月に大幹部となる。1942年より病気で休みがちになり、役も小さくなり1947年に引退。1951年にカムバックしたが1958年に、完全引退。1970年から肝臓を侵され、1976年。 観光編で死去。上演の都市左から松井淳子、愛染夢子、川崎広子、帯名達対、斎藤達夫。ありがとうございます。